障子。障子は、現在の和風建築では明かりを通すように木枠に、紙、主に和紙を貼っているものを指すが、もともとは遮る道具、建具の意味で、現在のドア、と、カーテン、ブラインド、ついたて、屏風、襖ままでも含む。現在、障子というとのように3に和紙が貼られ、緩やかな光の差し込むものを言う。しかしもともとは、遮るもの。 塞ぐものの意味で、縦ぐ一般を指した。障子の触りには、遮るという意味、ことは、小さな道具という意味がある。つまり、障子とは、文字の通り、遮る道具である。大陸伝来の、障子も、屏風も、神殿の外壁に用いられた国産の、瞳も含めて、元々の言葉の意味は同じで、視線、風、光、寒さなどを、遮るものである。 例えば、ついたては、日本では、障子と呼ぶが、中国では、屏風である。それが時代とともに、それぞれの言葉で呼ばれるものが変化していった。奈良時代の、障子については、焦燥陰魚物などにわずかに残るものの、その当時の上層住宅の内部については、ほとんど、資料が残っていない。平安時代後半、神殿作りの初期の時代においては、建物の内部に、 壁や間仕切りは少なく、柱だけの空間を飛ばり、片びら類、つまりカーテンや、ミスと呼ばれるすだれを用いて、区切り、生活の場を作った。ミスは今なら、ブラインドだが、それも含めて、カーテン状の障子としておく。その後の建具の発達により、次第に、現在の襖や障子に近いもので仕切られるようになる。カーテン状の障子に対して、 パネル上の障子の発達である。現在の障子の原型は十二世紀に、平の清盛の六原泉殿の指図に現れる、明かりしあうし、名障子との記載が初見であるが、それが、現在の障子に近いものであるのかどうかは不明である。ただ、鎌倉時代の絵巻には、瞳や舞などの内側に、現在の障子に近いものが建てられた姿が多く、描かれるようになる。 しかし15から16世紀頃までは、製材や工具の制約が大きく、現在の障子や襖に相当するものも、相当に骨太であり、特に引き戸をはめ込む敷居や鴨居いの溝、桶の加工は大変で、そのため様々な試行錯誤が繰り返されてきた。現在の襖や障子のようになるのは、江戸時代以降である。画像411は、法流時、精霊院のミスである。 すだれの継承で特に上等のものを指す。外から中は見えないが、暗い中からは、外が見える。画像四百十二。平安時代から、鎌倉時代には、女性と貴人は、直に姿を見せることは少なく、貴人のいる場所を、連中と呼んだりもする。建物の外周では夜は瞳を閉じているが、日中は、瞳の上部は通常外側に開くので、水はその、内側にかける。 さらに内側に四尺基調を置く。中世には日常は名称時に置き換えられるが、仏事や儀式など正式な失来にはミスがかけられた。基調と壁白は布のカーテンである。帳を何枚か横に縫い合わせる。ここで言う帳は絹の布であり、当然人手の旗折りであるので幅は着物の反物を想像するとわかりやすい。決まっているので、 類寿雑用書にも布の長さは書いてあるが、布幅の記載はない。上から下まで全て縫うのではなく、中間は縫わずに布を押し開けばその隙間から向こう側が見えるようになっている。例えば、年中行事巻巻さん、統計では主人家族の男は、神殿東三軒のミスを着上げてあげて見物し、西の二軒にはミスを下ろし、その内側に基調が建てられている。 そこをよく見ると、主人の家族なのか女房たちなのか、四人の女性が、貴重の中ほどを開いて、統計を見物している。画像四百二十一が、貴重で、持ち運び可能な台付きの低いカーテンである。その構造は、土という四角い木の台に二本の丸柱を立て、大木を渡す。それが、貴重の木である。それに、とばり、つまりとばりを紐で吊るす。 夏は涼し、冬は練り機能を,を用いた。ミスの内側に立てるのは四尺基調で、四尺とは土からの高さである。六尺の帳り五幅を閉じ合わす。表はくっつき方分が多いが、それのみではない。裏と紐は平木である。三尺基調は帳り四の主人の餃子の傍らなどに用いる。座っていれば、高三尺で十分隠れる。 画像440の右上に奥方がにそべって和歌を描いているが、その手前にあるのが三尺基調である。次女たちはその基調のこちら側にいる。基調も参照。壁城は基調から台と柱を取って、内乗り投げしに取り付けたようなカーテンである。約三メートルの柱間を覆うのだから横幅も竹も基調に使うものよりかなり大きい。壁城は あやぎぬせで兵士立て。表は、貴重と同じくくつき型文などの模様で、裏は白地である。累い雑用書牧第四には、壁白このてにて、七の長九尺八寸なりとある。壁白は、通常取り付ける高さより、約二尺長い。余った部分はちょうど貴重の裾のように外側に出す。通常ミスの内側は四尺貴重だが、冬場は寒気を避けるために、 ミスの内側に壁白をかけ、その内側に、また基調を立てた。ミスを巻き上げるときは、壁白も巻き上げるのを常とし、そのときはコッパー、小箸という薄い板を芯に入れて、共に巻き上げの筋で結ぶ。の筋とは帳に垂れ下がっている絹の紐である。基調にもついている。画像422の中段に、ミスの裏側に巻き上げられた壁白が描かれている。 壁白の一種に引き止まり、引き物というものもあり、室内を仕切るのに用いる。画像424は、年中行事へ巻き巻き後、内縁に描かれる、両記念とその前提の場面で、ここに、南触りと万の両方が描かれている。左が、南触り、絶上で、今なら、カーテンの一種である。壁白や貴調は中ほどを押し開けば、 外が覗けるようになっているが、南触りは完全に縫い合わせて、視界を遮り、覗けないようになっている。室内で使い、高級品は、山和絵が描かれたりする。右が屋外で使うのがなんで、絵はなく太い、鮮やかな縦縞である。現在のまんマと同じである。神殿作りでの儀式の時、南庭の両サイドに張り、儀式の場と裏方を仕切ったりしている姿が、 年中行事絵巻の巻銃などにある。ミス、基調、壁白なども障子なのだが、建具が多く記録に現れる神殿作りの時代以降にはそれぞれミス、基調、壁白と呼ばれて、障子と呼ばれることは少ない。その時代以降は、障子は木の骨組みに布や紙を貼った室内用の間仕切りパネルである。木枠付きの板の場合もある。 パネル一枚に土井をつけて自立させたものが、ついたて、パネルに、節線という革紐で結んで、複数枚つなげたのが屏風で、屏風もついたても古くは障子である。ついたては日本では、障子と呼ぶが、中国では、屏風である。屏風は、平安時代から、屏風と呼ばれ、障子と呼ばれることは少ないが、ついたては日本では常に、障子と言われた。例えば、大理にある、 年中行事障子や、本命池障子、荒海障子は、パネルに足のついたついたてである。ついたて障子の歴史は古く、奈良時代、天平法治五年、七百六十一年の法隆寺縁議員資材帳には、立花夫人の奉納したものの中に、障子一枚があるが、これもついたてのようである。この立花夫人の奉納した障子は高さ七尺、二点一メートル。 幅3.5尺、約1メートルで、現在の畳より大きく、現在の住宅の鴨居よりも高い。当時のついたては、現在のついたてのイメージには収まらない。画像 S10 は、伴え、大納言絵巻に描かれた、大理、清涼殿の東広尾差し北川の混明池、障子である。絵巻なので、広尾差しの幅は短く描かれているが、高さ六尺、横九尺、 約2.7メートルといい、広尾差しの柱間を完全に塞いでいる。形は、ついたてでも用途はほとんど死神殿の推し障事、健常障事と変わらない。神殿作りで、侍郎の前を追った、律しと見、画像621文字面に置くついたてである。画像420は12世紀前半の、類樹雑用小巻第二にある東三条殿。 画像030の塗り込みを除いた、神殿、母屋から南美差しにかけての失雷、失雷への指図である。柱、黒丸の列が横に三列描かれている。一番下の中列が日刺しの外側の側柱。参考、画像213の列で、下から1、3ぐらいにある中列が母屋南側の入り側柱。一番上の中列が母屋北側の入り側柱である。 なおこの指し図の中の障子に限り、太字で示す。空間の仕切りをまず横の列を、下から見ていくと、一番下のひさしの南面、須の小縁側には四尺基調が置かれている。何尺と書かれていなければ四尺基調である。ミスは書かれてはいないが必ず書けられる。次の列、母屋と南のひさしの間の平屋でも指し図には、省略されているが、文中に、母屋のすだれ。 四尺基調の高さに巻き上げる。るる。針り、壁をけとあこの図を含む記事のタイトルは、ご装束とだけあり、何月のものかは記されていないが、壁白をかけているので冬場ということになる。図の一番上の北尾差との間は、押し障子と鳥居障子、画像450が交互に使われている。代理の主神殿なら、現状障子がはめられているところである。 はめごろしの健常商事にも数か所がついていたが、ここでは鳥居商事、ふすまがその役目を果たしている。縦の列、つまり、側面を見ると、母屋に置かれた、とばりの東、右に、胸分とと書かれているのが、塗りごめのつまどで、それを閉じて、ミスをかけ、前に屏風が置かれている。屏風は文字には現れないが、折れ線の記号で描かれている。とばりの西、 左は、はめ殺しの押し障子で、通り抜けはできない。代理の主神殿では、この位置には、漆喰の白壁がある。南美佐市は、両側、東西を、鳥居障子、襖まで仕切っている。この、大障子と鳥居障子は、パネルとしての障子、つまり縦ぐれある。建築図面にすると、塗り米め以外には、壁のない柱だけの室内空間は、実際には、こうして、 カーテン上の障子、パネル上の障子で仕切って、生活空間を作っていた。BR、動作シ図の、障子以外については、失雷、類寿雑用症にある失雷を参照。多くの障子が、資料上登場するのは、平野清盛の六原泉殿である。画像430の範囲だけでも、槍と、槍度、瞳、瞳、買うし、格子、買え、壁、好きし合 杉生ししあうし、生ょあかりしあうし、名生し鳥居じ、とりあうし、とり生しなどが出てくる。以下に、パネル上の生ょのうち、名生し以外のものを先に説明し、名生しは、現在の生ょの原型として、別に述べる。やりドは、現在の襖の原型であり、国産であって大陸にはない。記録上は十世紀末頃を初見とする。なおマイラドもやりドである。 実事富のような格子、画像 S06 をやり度に用いることもある。絵巻には、現在の襖の原型を含む多くの障子が描かれるが、絵巻物自体が十二世紀以降である。それ以前については、文献資料しかないが、物語を見ると、竹取物語、伊勢物語、土佐日記には、現在の襖のようなやり度は出てこない。うつほ物語には、 壁城は出てくるがやはり槍戸は出てこず、10世紀末頃とされる、落ち窪物語に初めて、中隔ての障子を開けたものにと、襖のような槍戸が出てくる。源氏物語にも出てくる。平安時代も末、12世紀頃には、代理や神殿の儀式の時の出来の指図に、障子あるいは障子と書かれるものが多くあり、それらは引き糸の記号で書かれる。 画像620。現在の襖や、障子の上下の桶、溝の幅は襖や、障子の幅より狭く、それで二枚の襖などが開いた時にはきちんと重なるが、この工夫は江戸時代からである。平安時代から室町時代の槍戸はそうはなっておらず、桶は槍戸と同じ幅で、二本の溝を掘ると二枚の槍戸の間に、溝の土手分の隙間ができる。 そのためやりを閉じた時に重なる部分に、砲立て、つまり細い柱を立ててその隙間を埋める。実例は、法隆寺、精霊院と絵巻では、かすが根源延期絵に描かれている。画像450の襖状のものが、鴨居の上まで含めて、鳥居障子である。神殿作りは、今の襖や障子を前提とした建築物ではないので、内のり投げしの位置が高い。 例えば、神殿造りの広報を伝えるにし、明け寺の例では、柱の芯で9.4尺、2.84メートル。柱と柱の間の開口部は8.3尺、2.5メートル。内方投げ師と下投げ師の間は8.1尺、2.4メートル、もある。その高さは東三条殿など最上級の石棺家の、神殿造りでも同じで、現在の和風住宅の鴨井、約6尺より、 約二尺、六十センチメートル高いことになる。そのうち、棒投げしの位置が鴨もであったら襖は、今より、幅があるだけでなく、高さまで二尺も高くなってしまう。当時は、大工道具も、未発達。木材を縦に切るのこぎりは、まだない。柱や板は、だわり製材といって、画像を、AA、A、の右側のように割って作る。ひらかんらもない。そんな時代に、 敷居やかもいの溝を掘るのは大変で、そのため、小持ち障子、口実といって、一つの溝に二枚三枚の名障子をはめることまである。槍戸障子は、今日から考えると実に武骨で大変重い建具であり、滑りも悪い。今の襖なら指一本でも開けられるが、画像四百五十の襖にも槍戸障子を開けるための、四十から五十センチメートルほどの紐が描かれている。 また、現存する初期書院作り、二条城大広間や御城寺、工場院客殿の帳り台が前の襖にも、半ば装飾化はしているが同様に紐が付けられている。中世以前にはどれだけ重かったかがそれだけでもわかる。そのため日常生活にふさわしいやり生地、今でいう襖を収めるには、建物の一部である内包投げしよりも下の位置に、鴨居を取り付ける。 小泉和子によると内包投げ師の死体尺ほどのところに入れるという。それでも襖は今より死尺あ余り高い。そして鴨もと内包投げ師の間はやはり障子、つまりパネルをはめる。当時こうした形式の障子を神社の鳥居の形に似ていることから鳥居障子と呼んだ。大気に東三条殿画像030で開かれたかれた。 陰陽鉱物寺の失礼が記されているが、そこには、東大西久しみのみ第三県北側の鳥居障子を外し、重や塗り米のつまどの上と、その鳥居障子を外した部分にミスをかけるとある。画像四百五十の鴨居は黒漆塗りが塗ってある。これは、道具、建具であることを示している。この当時の障子には、矢ワキン、ゼが貼られている。二式とはまや、 障子の縁取り装飾として使用された帯状の絹切き地のことである。模様は違うが、ミス、画像411の盾についている帯と同じである。画像450のカモイの上、内包投げしまでの間の壁のように見える部分にも、矢は二色が貼られている。つまりそこも障子である。現在では、障子や襖は、建物ではなく、建具だが、カモイや敷は、建物の一部である。 しかし神殿作りにおいては、カモイの上の今なら塗り壁の部分も障子であり、敷居やカモイも、その上のパネルも含めて、取り外し可能な建具の一部である。画像452は、推定13世紀末の枕の創始絵巻である。右下のパネルが、押し障子であり、一部に引き違いの襖のような槍戸障子が組み込まれているが、押し障子が、 投げしの高さまであるパネルであることがよくわかる。代理の死神殿でおもやと北美差しを仕切る、健常障子が最も有名であり、柱間にはめて、間仕切りにする。取り外し可能なパネルであり、現に死神殿では儀式のある時だけはめている。平安時代に入って間もない頃には、健常障子という名は、まだなかったが、公認十二年、八百二十一年の代理式に、 四神殿の母屋と北日差しを仕切る、木板障子が出てくる。天朝障子はその板障子に貼った絹布の上に、中国の謙信十二名の絵を描いたものである。奈良時代から平安時代の神殿作りの初期までは、高貴な人の寝室は塗り米の中に建てた町台だった。それが時代とともに、塗り米の外に出て、さらに町台を覆っていた絹のカーテン、とばりが、 パネルとしての障子に変わる。これを、障子帳という。脇障子はその障子帳の入り口の脇のパネルである。画像四百四十は、松崎天神演技に出てくる、ハリマ守る友の居間で、右上で、ハリマ守るの妻が畳の上で横になっている。これは寝ているのではなく、居間で夫婦がくつろいでいる図である。妻は寝そべって、歌を書いている。 妻の背後に黒い漆塗りの柱2本が見えるのが、寝室、障子町である。枕の創始絵巻の鳥居障子、画像450のカモイもやはり黒塗りだったが、建物は白木でも、道具や建具は漆塗りにする。その2本の黒い柱の間に飛ばり、飛ばり、カーテンが降りるが、ここがその寝室、障子町の入り口である。2本の黒い柱の外側の短い壁のように見える。 物にも矢輪錦が貼られている。つまりこれはパネルの障子で脇障子という。このように絵巻などに出てくる難二式が貼られた狭い袖壁、脇障子はそこが固定された障子帳であることを示す記号でもある。固定された障子帳、つまり障子帳構えを座敷飾りとしたものが初期書院作りの頂戴構えである。なおこの障子帳は室内に 単独で建てられたものではなくすでに建物に組み込まれている。この段階の障児帳を障児帳構えと呼ぶことがある。添え障子児とは壁に添える装飾用のパネルのことである。やはりやわにきが周囲に貼られる。絵巻に腰の高さの低い副障児が描かれているとそこが常居所、上位状、つまり今を表す。絵巻での書室は平安時代。 12世紀前半の画像4 4十二、源氏物語絵巻、宿り木団の清涼度の朝下巻、朝が例の間である。さきの、松崎天神演技のハリマ守る優中の今、画像440では、ハリマ守る、左の背後にあるのが副生寺である。12世紀半ば過ぎの、病増し、不眠症の女にも副生寺は描かれている。鎌倉時代の絵巻では、 法年商人エデン、画像絵80や、母規絵言葉、画像481の塗り込めの中にも描かれている。周囲に南京、全金が貼られ、高級なものでは、山和絵が描いてある。山井造史、不眠症の女は、主人の部屋ではなく、次女の部屋のためか、山和絵ではなく、からかみである。また、かすが根源元気への木自主の屋敷にはさらに格の、低い、南二式は貼られているが、 無地の副障子が出てくる。槍戸障子が現在の襖まであるとは限らないのがこの杉障子である。単に杉ととも言い,い、黒うるし塗りの框に杉、檜、ノキ、薪などの一枚板をはめ込んでいる。杉は、檜と同様にまっすぐな木で上質なものは縦に割りやすい。今なら製材機で簡単に板が作れるが、平安、鎌倉時代にそんなものはなく。 それどころか大木を縦に切るオガスラ15世紀からである。神殿作りの時代には板は割って作り、仕上げはやりがんな画像 AAA2 で削る。それで幅広の板まで作っている画像 AA0。なお木材は杉だけとは限らず杉小枝も含めて板障子とも呼ばれるが杉小枝という用語がよく出てくることから杉を使う場合が多かったと思われる。 なお、大理士神殿の、健常障子も板のパネルに絹を貼り、その上に絵を描いたものであるが、杉障子、杉戸は絹などを貼らずに、板に直接絵を描く。画像四百七十は、墓紀絵言葉にある、杉障子である。ここでは、建物のが哀愁に使われており、その杉戸には鳥や草木が描かれている。馬もよく描かれる。平野清盛の六原泉殿の指図。 画像四百三十の左上に、明かり少子、名少子の記載がある。それが壁、槍戸、瞳などと共に、神殿の外との隔ての位置に出てくる。鎌倉時代以降の絵巻に現れる名少寺はちょうど、画像 S06 や画像 S09 のように外側には、瞳、または、マイラドが描かれ、現在の少寺に近づくが、山園樹にあるサシには、明かり少子とけで、 その外側に瞳なりマイラドなりがあったのかどうかはわからない。したがって、鎌倉時代以降の絵巻に現れる名称字と同じかどうかはわからない。もちろん指図を書くのは内部の出来のためで、従って視線は中から、そして名称字の外側までには関心がなかったということも考えられる。当時の名称字に貼られたのは和紙とは限らず、鈴子、金銀も使う。 一方で、その当時から障子紙は、現在のもの程度の薄い和紙が使われていたという、記録もある。清盛の外孫にあたる東宮、後の安徳天皇が、万一切なって、平の清盛の屋敷を訪れた時に、清盛に教えられるまま指につばをつけて、名称字に穴を開けたことが、山縁樹記に記されている。寒類のあまり清盛はこの障子を保管するように、命じた。 鎌倉時代の絵巻に現れる名称字はちょうど画像、S09 のように、瞳の下半分をはめたままにし、瞳の上の部分を開放して、そこから日差しを取り入れる姿が多い。この姿を、生字一枚で実現したものが、南北朝時代の観音を2年、1351年に描かれた、本願寺、各女の伝経、母稽言葉の総房に描かれている。下半分をラドて、 上は名正寺で、腰高正寺と呼ぶ。画像 S05 は、当初二条城内に建てられた茶屋、長州閣であるが、中央の開いているその両側が、腰高正寺である。この腰高は,は、少し低く見えるが通常約80センチメートルで、瞳の下半分とほぼ同じ高さである。鎌倉時代以降、瞳や前などの内側に、現在の正寺に似た名正寺が、 セットで用いられることが多くなるが、神流み発達で上下の溝を掘ることが大変だったために、一つの溝に二枚、三枚の名勝字をはめることがある。これを、一本溝小ち、小ち障子という。小ちでない場合もあるが、溝を掘る手間の削減ということで合わせて紹介する。溝一つに名勝字一枚なら、小ち障子とは言えないが、 問題は名称時の溝が二本ではなく一本しかないことがある。実例は当時対指堂の格子度と名称時の組み合わせである。格子やり度は二枚でそれぞれ溝を持つが名称時は一枚だけである。外が瞳ならば名称時に枚とも再考できるが外がやり度なら片側しか再考できない。名称時はその片側だけ用意している。画像 S07 は 番号時極楽坊の本堂正面の小持ち障子で、画像 S06 の鴨居の部分である。一つの溝に2枚の名障子が入っている。太い桶に2枚の障子を入れると、召し合わせ、つまり、障子の重なっていない方の端がガタガタしてしまうので、召し合わせの縦が待ち、つまり重なる方の障子の縦枠はそのままにして、柱側、重ならない方の縦がまちをほぼ、溝幅に合わせて作る。 こうすると、名称時は、外れることなく、引き違うことができる。3枚のケースは、奈良の従輪院の本堂正面にある、画像 S09。従輪院の正面は5件、柱間寸法は、中央の1件だけが9尺、他は、すべて7尺である。3枚のケースは、その9尺の正面中央である。その両脇は普通に小持ち2枚組である。この場合は、OK。 つまり上下の溝は、障子2枚分である。両側の障子は、室内から見て、桶の外側、真ん中の障子は、桶の内側で、両側の障子の柱側の縦がまちを、溝幅に合わせる。真ん中の障子は左右どちらも桶の半分の幅である。そして通常は、その左右に、新張り棒を入れて、真ん中の障子を、外から開けられないようにしている。 開けられるのは真ん中の障子だけで、その時はどちらかのシンバリ棒を外し、そちらに開く。四枚のケースは最古の法上建築とされる京都竜儀岩の法上である。最も現在の四枚組の襖や障子でも溝は2本なので1本溝に2枚のケースと大差ないのだが、竜儀岩の四枚は中央の2枚が幅広で、両端の2枚の幅が短く、開くのは 中央の幅広2枚だけで、両端の短い障子は、実際にはほとんど動かさない。その点は樹林院員の本堂正面と同じだが、この場合は、両端の短い障子は溝を共有する相方が常に、あるので、樹林院員のように、シンバリ棒を使わずに済む。なお、画像 S07 の現在ならカモイに相当する部分は、現在と同じようにカモイに掘る場合もあるが、掘るのではなく、 従林院の本堂では内方投げしに、桶橋、つまり土手になる部分を打ち付けたり、あるいは自称寺東宮堂では鴨井に、桶橋を打ち付けたりして掘る手間を避けている。先に、平安時代から鎌倉時代には、桶は、槍戸と同じ幅で、2本の溝を掘ると2枚の槍戸の間に、溝の土手分の隙間ができ、そのため放流時、精霊院などでは槍戸を閉じた時に重なる部分に、 語りつ、方だ。つまり細い柱を立ててその隙間を埋めると書いたが、同じ精霊院の小持ちでない名称字は、画像 S08 のように桶は名称字と同じ幅だが、閉じた時に隙間ができないように縦がまちの溝より、上の部分の込みが、名称字二枚の二つの桶の土手分を埋めるように、そこだけ幅広に作ってある。この外側は、夜間は、しとみで塞がれる。なお、 画像 S08 の名称寺の三は、現在の昭寺の三とは見つけも見込みも全く違い、格子の三とほとんど変わらない。これが、かつての名称寺である。ただし、名称寺の縦賀町は古いもののようだが、敷居と名称寺の三は、ひらがんな掛けで、室町後期以降の修理である。縦具は、痛みが早く、鎌倉時代のものが残るのは、極めて稀である。法流寺。 精霊院には側面には鎌倉時代や南北朝時代の建具具体的には瞳が残るがこの正面の名章寺の外側の瞳は江戸時代元六四年1691年の制作である現在の章寺はガラス戸や雨戸で保護されている例えば和室の章寺の外側は縁側でありその縁側の外側はガラス戸と雨戸であるガラス戸ができる前は 木製のアマドだけだった。そのアマドが登場したのは、桃山時代で、記録に登場するのは、豊臣秀吉の呪落台の平面図からである。なお、現存以降としては二条上国書院や、大広間である。そこでは、戸袋が大きく、アマドだけでなく、昼間用の名称時も一緒に収めていたという。論文の場合、著者名の後の年は、論文の書室の年。 ページ数は参照した収録書籍、リンク先のものを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。